なんかね、実際たけしさんとの収録もあったんですよね。これ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 そうなんですよ。これですよ、ね、はい、もうあのやっぱり34年経ってますから、これですよ。 AI で殿が登場したりね、はい、AI でそうですよ、登場したり、また実際にも殿登場したりとか、そうですよ、実際その殿のご機嫌はいかがだったんですか。あのあ、まあ言ったらたけしさんは過去にも共演経験あるんですけど、たけし城の殿としてやっぱ出会うと膝がガクガク震えますいや殿よ、殿のおなりなのよ。そうです、やっぱりそこは。それで一緒に収録させていただきましたけど、ものすごいスピードのもう爆笑トークをしながら、はい、その間言えることって言ったらもうね、殿しか言えないから、もう殿っていう、もうほんとそんな感じだった、すごかった、迫力が。そうですか、面白い。殿は VTR 見てずっと喋ってますから、あとあれも言ってたよね、これが竹市場だよなっていう、だ昔も思い出して、素敵なお言葉ですね。最高です、ね、最高。殿と見れるのは最高ですね、はい、ありがとうございます。強さ、強さ。じゃあ少しずつ、じゃあ内側に目線を戻していただきましょう。はい、それでは下手側、皆さん目線右側でお願いいたします。